子とにかく、うん、あのお肉が大好きなので、そうですね、お肉食べながらとか、一緒だ、話して一緒。この年代になると新たな友達ができづらい、何かいい方法ありますか？そもそも新しい友達って必要ですか？という相談なんですが、確かに大人になると友達作り方難しいですね。難しいですね、なかなか学生の時よりも、なんていうんですかね、仕事先で出会ったりとか、そういうことがあったりすると余計に友達っていう次のステップに行くってなかなか確かにないですね。松本さんは芸能界の友達とかいらっしゃいます？もう数人ですけど、はい、一人、はい、俳優さんとか。そうですね、はい、ご共演されてプライベートでも遊ぼうってなってっていう感じですね。あ、でもよくご飯行ったりするのは、土屋太鳳ちゃんとか。あ、それはなんか作品がきっかけとかで。そうですね、はい、へご、もうちょっとかな、7、8年ぐらい前にご一緒して、それからあのちょくちょく連絡とかも取ってるし、うん、それは何を食べるってどういう。確かに気になる、あの子とにかく、あのお肉が大好きなので、そうですね、お肉食べながらとか、一緒だ、話して一緒。